二室のメドリは、超高地取目目ミスズメ科に分類される鳥類。ヨーロッパ北部、フェロー諸島、アイスランド、及び北アメリカ北東部など、北極圏から、フランス北部、アメリカのメイン州に至る、沿岸部で繁殖する。冬季の数ヶ月は、陸から離れた海上で過ごし、ヨーロッパでは、ビスケー湾から、モロッコ、地中海西部まで、北、アメリカでは、メリーランド、 ノースカロライナまで南下するものもある。以下のアシュの分類は、クレメンツチェックリストに従う。一方で、IOC ワールドバードリストでは、アシュカイ・ A a グラビーとアシュカイ・ A ナウマンニをシノニムとし本種にアシュを認めていない。体長は30センチメートルほどで、翼海長56センチメートル、体重380グラム。太くて派手なくちばしが特徴で、 縦に平たい数本の溝があり、先から赤、黄、青灰色に彩られている。胸から腹及び、下尾筒は白く、腹や顔以外の羽毛は黒い。尾葉は短い。交際は、青みのある黒色で、目の周りに赤い缶がある。足は、橙色から赤色。冬はでは、顔が灰色でくちばしもくすんだ色だが、夏はでは、くちばしの色が、鮮やかになり、顔が白くなる。 また、目の上と後ろに黒くて細い模様ができ、名前の通り目から角が生えたようになる。死有動色。幼鳥の顔は暗色で、くちばしは灰色みを帯びて、くちばし先には赤みがあるが、小さくて4から5年で完全に大きくなる。飛生ビナにやるイカナゴを取った成長非繁殖期は外洋で過ごす。くちばしから油を排出し体中に付着させることにより、 水分を引いている。短い翼を巧みに使って潜水し、主に魚類を捕食する。水深50メートル以上まで潜ることができる。くちばしの縁は鋭いギザギザで、加えたい金子などの魚を逃がさない。飛翔時の翼道は早い。3月中旬以降、繁殖期には海に面した断崖の上の地面に集団で映像し、 通常70から110センチメートルの浅い巣穴を掘って草や羽毛を敷く。春季に死ゆが求愛行動を行い、互いにくちばしを叩き合う。卵は5から7月に見られ、5月中旬に1個の卵を産み、死ゆが36から43日間放卵する。卵の大きさは6.34.4センチメートルで、重さは64グラム。ひなが孵化すると、親鳥は、 海で採事し、くちばしに魚を多数ぶら下げて、巣に戻ってくるようになる。一度に多数の魚を加えられるわけは、捕らえた魚を上のくちばしと下で挟み、上のくちばしと下のくちばしでさらに魚を捕らえることができるからである。ヒナは巣立つまで38から44日かかるが、7から8月になると、親鳥はヒナを残して渡し察する。 5年で成長として繁殖するようになり、一般的な寿命は18年とされるが、最長33年以上生き、35年11、か月13日の生存例もある。漁業との競合による餌資源の枯渇及び漁業による、混濁、海洋汚染や、原油流出、繁殖地での狩猟、繁殖地に人為的に移入されたミンクや、クマネズミ類による捕食などにより、 生息数が減少している。海水温の変動による食物の減少や異常気象による悪天候の襲来などによる影響も懸念されている。アイスランドでは飼料の対象となっており、アイスランド料理では肉を使ったジビエがある。ありがとうございます。